からファイターズは、ね、最高ですよ。盛り上がってますよ皆さん、行きましょう、盛り上がって盛り上げていきましょうよ。今日も勝ちますよ。今日も勝ってね、もう連勝しましょう。もう絶対に日ハムが勝ちますよ。はい、皆さん勝ちますから ね勝つでしょ、みんな。日ハムが勝ちますよ。おー、来た。これはね、もうこのファンの皆様の、ね、熱気が伝わりますか、選手に。はいはいはい、今日は絶対プリマハムに勝ちますよ。いや、ハムの対決じゃないのよ。え、ハムの対決はしてないのよ、これ野球の対決だから。野球ですからね。すいません、おっちょこちょいで。本当にさあ、ね、それじゃあ、はい、バシッと盛り上げてもらえますか、高さん。行きましょう。あ、じゃあもうね、日ハムファンが一つになる掛け声かけますよ。行きますよ。日ハムが一番。やったことないのよそれ。知らないのよ誰も。一番ですよ。お前の全然流行らないギャグじゃねえか。一番、一番、誰も流行ってない。一番いいですか、皆さんやっていただけますか。行きますよ。日ハムが一番。ありがとうございます。これからファーストピッチ頑張ります。頑張ります、ファーストピッチ。さあ、ありがとうございます。盛り上げていただいたお二人にはファーストピッチに挑戦をしていただきます。ではご移動をよろしくお願いします。今回はタカさんがピッチャー、そしてトシさんがバッターに入っていただきますよ。よっしゃ、どこですか、ここですか、待っていいですか。さあ、ではご準備よろしいでしょうか。はい、ではお願いします。はい、長いよ、おい、投げろよ早く。誰もサイン出してねえだろ。練習では俺にぶつけて乱闘するっていう話だったろ。なんでお前普通にストライク投げてんだよ。何が、何、いいボール投げてんだよお前、おかしいだろ。え、最初は どういう予定。俺に頭に方に投げて、俺がおい危ねえなって乱闘するって話だった。あ、そうそうそう、なんで投げないんだよ。それでヘルメットかぶってるから大丈夫じゃんってやつな。そうだ、やめろ、落ちまで言うのお前。すいません、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。勝ちましょう。改めてタカアンドトシのお二人に大